日本百名城ナンバー66、島根県津和野町にある津和野城。津和野城は源頼朝の弟範頼の子孫にあたる義見氏が築いたお城。鎌倉幕府はさらなるモンゴルの侵攻を警戒して義見頼之に石見の防御を命令していた。そして頼之は1295年から30年がかりで三本松城を築いたと伝わっていて、これが後の津和野城となる。戦国時代に義見氏は大内氏、毛利氏に従い14代広長まで三本松城を居城にしていた。1600年の関ヶ原の戦いの後、坂崎直盛が城主になっている。直盛は三本松城を改修して出丸などの廓を設け、石垣や天守を築いて津和野城として完成させた。現在の城跡には直盛が築いた天守台や石垣がよく残り、義見氏時代の土塁や堀切、宇根城空堀群も見ることができる。また山麓には津和野藩の庭園、唐久園や馬場崎櫓、物見櫓が現存している。